皆さんこんにちは。パティシエキャンプ本気キャンプ飯のさきです。工藤です。はい、今日はですねワークマン女子というお店に来ております。過酷なさ日常を素敵に変えるって書いてあるからね。キャンプアウトドアの世界にちょっと足を踏み入れ始めた工藤さん、はい、はい、キャンプ歴何ヶ月？4、5ヶ月、まあ、月に1回ペースですけどね、はい、そんなもんですね。で私がですね毎回気になってたのは、あなたの、その服装です。なんかもうちょっとアウトドアっぽい格好してもいいんじゃないのと。今回は、ここ数ヶ月間私と仕事をするようになって頑張ってる工藤さんにアウトドアっぽい洋服を買っていただこうと思っております。はい、プレゼントしたいと思います。本日はですねこちらご用意しました。どうぞ。金一封いただきました。はい、今日のご予算いくらでしょうか。こちらでございます。いやワークマンでこれだったらね結構買えると思うよ。確かに。でしかも今日ワークマン女子っていう、おしゃワークマン、そうそう、ちょっとねこれからのキャンプに活かせそうなものをそれで買ってください。はい、では早速いきましょう。レッツゴー。はい、最初何買うの？私はまず今日は絶対に買うと決めていた、うん、靴を買います。靴ね。そのその靴の靴じゃない、小汚い靴やめて、恥ずかしい。オッケー。どういう靴か欲しいの？まずあの防水、うん、あ防水ね、すぐ履ける。はいはいはい。こういう紐靴なんか履きづらい、結構分かる分かる、多いじゃん、うん、キャンプテントとか、そうだよね、うんうん、だからあのこうスポッて履けるスリッポンタイプ。そちらを行きます。はい、そして着きました。はい、こちら。はい、長靴。ブーツ。サファリシューズって書いてある。そんな感じ？あ、もう長靴だ。全部ゴム？で、なんかビニール生地っていうか。うん。あ、何？後ろチェックになってる。そう、かわいい。おしゃ。女子が好きな感じ。てかさ、安すぎんこれ。1500円って、ね。ハイカットのコンバースみたいな感じ。おしゃ。よいしょ、履いてみなよ。重さはどう？履いた感じ。なんか、もう履いてない。え、軽いの？超軽い。ゴムだけど、うん、あの、何？接触。なんていうの？柔らかいゴムね。そう、あの。わかるわかる。伸び伸びのゴムね。そう、あの、柔らかい。皮膚に刺さる感じは、ちゃんとこう合わせてくれる。うんうんうん。なんなの？その動き。あらゆる動きに対応できる。ちょっとじゃあ。待って、差し出されたこと一回もない、そうやって。な、ないそれ。お水差し出し。あ、じゃあそれはお買い上げでしょうか。はい、こちらはもうお買い上げ決定です。はい。はい、続いて、もう買うと決めていたものがあります。うん、それは、ペットボトルホルダー。ペットボトルホルダー？そう。あ、これ？はいはいはい。これは、もうそのままペットボトルが入るんですよ。なるほどね。ペットボトル丸々冷やしてくれる系ね。そう。あ、いいじゃん、いいじゃん、それ。で、ずっと冷えてくれるみたいな。へえ。超いいじゃん。なんかさ、ペットボトル持ってるとさ、汗かくじゃん、冷やしたやつって。濡れなくてもいいし。こうやって。いやいや、絶対やれよ、お前それ。絶対やれよ。運べる。あ、いいじゃん。私も買おうかな、それ。一番好きな感じで。少ない。いいじゃんこれ。でなんか、もっと色があるみたいなんだけど、今日はシルバーだけ。人気なのかな。人気だね。でこれにさステッカーとか貼ったら可愛いじゃん。確かに。それにお前あのパティシエキャンプのステッカー10枚ぐらい。10枚。無駄遣いじゃない？オッケー。こちらはもう迷わずお買い上げ。お買い上げですね。お買い上げ。オッケー、お買い上げ。はい、じゃ次何か。本題に出ていた。服ね、はいはいはい、服ね。実際、T シャツでいいと思うので、うんうん、上に着る。ああ、ちょっと寒い時とか。そう、雨に濡れて死んでるから。なんかさ、雨確率高いじゃん、うちら。そう。雨の中、あんた洗い物に行くじゃん。
びしょびしょ。防水してくれるタイプのやつを着てみます。ということで、比べをしたいと思います。はい、あとこっち、あ、なるほどね。急に青持ってきたね。まあでもあなたベージュより青ってイメージの方が強いけどね。ちょっとブルーベリーベースのやばいよそれ本当に。ブルーベリーベースでしょ。じゃあ、 あのブルベのおべべ買ってください。軽そう、すごい。これ見るとね、顔は目は見えないマスクしてる演出者みたいな。あ、今の何？洗い物を持ってってるそうで。洗い物を固定して。働き者だな、お前は。しかもこれちょっと暖かい。ああ。なんかね、保温してくれる体温。で、夜とか朝方、朝一の洗い物とかでもいいんだよ。はい、続きまして。え、なんかそっちの方が軽、薄そうな感じするんだけど。軽い。こっちの方が。動きやすそうだね、なんか。確かになんか水入ってこなそうか。うん、背中はくすぐったくない。本当にやばいね、かっちゃんって。あ、どう？あ、いいんじゃない？あ、こっちもあったかい。あ、あ、裾が絞れる。絞れるタイプ。あ、なるほどね。ひらひらしないで、より雨も入ってこないみたいな。確かに、そういうことか。うん、ちょっとさっきより長い。あ、守ってくれる。そうだね、長い、長いね。使わないときはそれにしまえるんだ。え、超コンパクトじゃん。最高。いいね。2色あるって、どっちがいいでしょう、皆さん。これか。うん、これしようかな。うん、ブルーいいんじゃない。じゃあそちらもお買い上げ。はい、税込み2900円です。安いね。なんかテントと同じ生地みたいな。あ、そうなんだ。じゃあこれからもうこれで寝なよ。人型テント新しい。はい、では次は何を買うんでしょうか、工藤さん。決まってない。決まってないの。じゃあちょっと店内散策してから。はい、はい、ズボンをちょっと試着した工藤さん、どうですか。あ、ぴったりじゃん。ちょっとモデルポーズ撮って。やっぱキモい。早く脱いでもらっていいですか。OK。さあ、さよなら。何やってるの今。どっちの色にしようかな。何何、どれとどれ。形は同じだけど、ちょっと色が違うみたいなのがあるんだ。そう。何何なの。モデル気分なの気分は。これはどっちも似合うだろう。大体の人どっちも似合う。5秒前。え、5、4、3、2、1。こっち黒で。じゃあ黒を買い上げです。黒でいいかな。え、まあ、どうしようかな。はい、あなたはこちらで、私はこちらの方で買いたいと思います。ありがとう。はい、では今日のお買い物終わりました。いくら分だったの。全部で7300円です。お釣りもらいました。じゃあそれも次回繰り越しってことで。あ、やった。あなた用に取っときますね。やった、はい、また頑張ったら工藤のキャンプギアを豊かにする企画やりたいと思います。ありがとうございます。何もないんで。働いてください。はい、頑張ります。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はワークマンでお買い物編でした。はい、バイバーイ。